源義重は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。新田氏の祖。武家の当領として名を馳せた八幡太郎義家の孫。新田氏本州家の初代であり、上野国信伝奏を本拠としたため新田義重と称する。川内源氏、源、義国の着子として誕生。伊母邸に足利氏の子孫源義康がいる。父、 吉国は下屋国足利僧を開墾したがこれは、次男の吉康が継承し、長男の吉重は、源頼信頼近吉家吉国と、伝領した川内源氏十代の拠点である、石関家領大上の八万荘を継承し、また、吉国と共に新たに、上野神殿軍の開拓事業に乗り出す。その過程で、源氏一族の源の義方、 武蔵国の秩父市、下野の富士勢足利氏といった、諸勢力とは緊張関係に陥るが、一方南関東の支配者で、弟吉康と相、い、婿でもある、源義とも、吉平府市とは提携し、娘の少女姫を吉平の室としている。また、老いの足利の力を勇士とし娘を嫁がせている。二平三年、うどねりに任官したことで、山縁樹木に登場し、史上に初めて出る。 公元二年、平家家の藤原忠政を両家として、新田僧の立憲に成功、新田僧寺と称した。当時の上野国師、藤原茂家の衆都が、芳院五岩寺今後新院の造営に深く関与した、藤原家成であり、藤原四方家花山院流、忠政の母の兄も、家成であった。ここにいたり、かねてより敵対していた藤瀬足利氏。 秩父氏らと本格的に武力衝突し、渡瀬川の強行とか作戦によって、これを撃破し、さらに北関東における地盤をかっこたるものにした。同時に、父、義国が果敢を行った、源の乗り清の子である海国の武田信義と信仰があり、信義の死信仰に自分の娘を嫁がせ、信義の弟、鏡炎公の果敢を義重が行っている。また、 源の森吉とも信仰が深く、平賀氏一族の吉高、吉住、義手を勇士としている。さらに、自称、樹衛の乱に際して勇士であり娘婿でもある、八田の力与が、基礎吉中に組みした。このことが頼朝の反感を買った要因の一つとされている。平家前世時代にはこれに侵入し、従法した、大井之助に任せられた。 自称四年の源の頼朝挙兵の際には、老い、足利義兼、子、山名義則、孫、里見義成らが、早期にその帰間に帰参したのに対し、義重は一時日和み的態度をとる。この背景には、北関東での主導的地位にあり、頼朝を隠したに見ていたことや、日田僧が平家法の荘園であったこと、また基礎義仲とは親子二代にわたる宿敵、 関係でありこれを牽制する必要があった、といった要因が挙げられる。やがて頼朝の異性交流を目の当たりにし慌てて、鎌倉に駆けつけるが容易に、頼朝の不信感を拭うことはできず、足立森永の取りなしでようやく起算が叶ったという。さらに、未亡人となっていた娘の少女姫を頼朝の側室にと壊れるもこれを拒否し、頼一層、頼朝の不況を買ったと伝えられている。 老いの足利義兼がいち早く頼朝の下に駆けつけて活躍し、以後代々北条氏と隕石関係にあって強固に結びつくことによって幕府内での地位を保ったのに対し、吉重の鎌倉政権内における立場は常に微妙であり、鎌倉幕府成立のために積極的に協力したとは言い難いものがあった。このことが足利、新田漁師の処遇の差となって現れ、 後代までを引いていくことになる。ただし、吉重自身は元家の最長老であり、幕府成立時点で、八万太郎吉家に最も血統が近い者として一定の敬意を受けていたようである。この頃に出家し、上西入道と称したという。晩年は、嫡男、吉金と共に、神殿家の家徳を継いだばかりの彦の正義の後見役を務めた。県民二年に、 老水のために、日多僧で没した。神殿足利両家経図によると、去年89、尊辟文脈では、去年68とする。あずまによると、研究4年4月28日、頼朝は、なすまりの帰りに、四季部大部入道場西神殿館にて遊覧している。没年の懸任2年1月29日の記述に、頼朝未亡人、 王条政子が二大将軍頼家に対して、小日田入道場にしは元家の重鎮であったが、その死去から二日も経っていないのにけまりに興じるのは、しかるべからずと叱責する記述がなされている。慶長十六年三月二十二日、吉重の子孫と称する徳川家康により、鎮守府将軍に任官される。朝陽順は京図により、移動がある。日では、義則、 吉金、義義ぎぎ、経の順とする。け義より、下のもろは、各け図で移動がある。なお、に田た調子は記載しない。ありがとうございます。